はい、教えて先生のコーナーです。はい、今回はバンドソーレッスン2帯の子で板を割ろうです。はい、先生、帯の子っていうのは、ああそうですね、初耳ですね。前回説明してませんでしたもんね。はい、このまあバンド奏、まあ、見てもら前回見てもらいましたね、何種類か。はい、まあ、ああいうの帯の子とも呼ぶんですよ。帯の子とも言うんですね。はい、なんでまあ一応バンド奏、はい、帯の子、まあ、同じもんやと思っていただいたら大丈夫です。はい、でこれで、ね、前回板を割るところを見せたいって言ってたんで、そうでした。今回ちゃんと、はい、まあ、板を割ろうと思うんですが、この作業ってまあ前回も言った通り2人でやる作業なんですよ。はい、ね、本当はまあプロがやる作業なんで、はい、例えばうちの教室で生徒さんに手伝っていただいてやるとかっていう作業ではないんですが、まあ、今回の動画で見ていただくために小原さんに何回も練習していただいて、はい、練習しました。はい、実際あの板を割ろうと思います。はい、なんでちょっとね、あの小原さんの作業はぎこちないところあるかもしれませんが、はい、まあ、そこはちょっとご了承いただいてということです。一生懸命させていただきます。はい、では、実際早速やってみましょうか。やってみましょう。はい、では、この杉板を用意しました。はい、ね、まあ、これぐらいの幅の木を、まあ、薄くしようと思うと、はい、パネル層とか丸ノコとかではできないんですね。幅が入らへんかったりとか、ね、切れへんかったりとかするんで、はい、まあ、そういった時にこちらの帯ノコ、帯ノコこれを使います。はい、はい、ね、まあ、薄さ、あの幅ですね、もう、はい、厚みは設定してあるんで、これ実際に切ってみたいと思います。はい、じゃあ大橋さんそちらで受け取ってください、ね。わかりました。ちょっとね、音が大きいんで、はい、あの声が聞こえないかもしれませんが、はい、やってみたいと思います。こういうふうにガイドに沿わして、はい、ゆっくり進めていくと。押してるんですか。はい、ゆっくり押してます。まあ、幅の広い木なんでね、そんなにすぐには切れないです。そうですね。はい、だいぶ来ましたよ。小浦さん、ちょっとね、はい、暇かもしれませんが、はい、受け取るまで。いえいえ。綺麗にまっすぐ切れてますね。そうですね。軽く引いてもらったら、ある程度いったらもう僕の方から押せなくなるんで、はい、短くなるんで、分かりました。こちらからもう引っ張ってもらったら、はい、そろそろ終わりですね。はい、もう引っ張ってもらったり、はい、ゆっくり引っ張ってもらって、はい、終わり。まあ、こんな感じで割れました、ね、割れましたね。まあちょっと薄さが分からないですね。こうですか。はい、こんな感じで割ることができましたと。はい、ではこれで材がこういうふうに割れました。割れましたね。綺麗、ね、に割れました。まあ今綺麗にって言ってもらったんですけど、はい、まあ見てもらったら、まあ、ちょっと画面上では分からないかもしれませんけど、ええ、あ、分かるかな、これぐらいやったらザラザラしてる。よく見ると表面ザラザラしたり、あのささくれというか出てますね。まあノコギリで切ってるんで、まあ粗いですしね。あ、なるほど。そんな綺麗にはならないんです、はい、だから、まあ、あと木の硬さとか、はい、まあそうですね、木のなんか癖があったりとかして、はい、ちゃんとまっすぐに切れるかどうかってまあ分からないんです。途中で斜めに入ってしまったりとかすることもあるんで、そうかもしれませんね。なんでこれ端っこの、まあ、ここの厚みとここの厚みが一緒かと言われると違うこともあるんで、はい、うんうんうん、これをさらに必要な厚みに、はい、前見てもらったプレナーという機械、はい、あれですね、あの厚みを一定に揃える機械、はい、で削って一定の材にするということです。そこからやっと板になるわけですか。まあ、まあ板ですけどね、板ですけどね、あの必要な厚みの板になると。なんでプレナーを かけるっていうことが絶対まあいるので、はいはい、さっき帯の子で切ってもらった時に必要なサイズよりはちょっと大きめにしとかないとダメなんです。る削る分を考えてですね。そうですね、はい、まあ、それは木によっても、まあ、硬さによってまあ斜めに切れてしまうということもあるんで、はい、まあ、多少多めにしとかないとダメなんです、はい、まあ、それだけ気をつけてもらったら、まあ、実際やらはるということはほぼないかなと思うんですが、大型ではないですよね。そうですね、はいはい、でまあ、こうやって割ると
まあ、薄い板が使えますし、はい、残りの板も使える、はい、素晴らしいじゃないですか、ね、さらにこの、まあ、例えばこれ厚み一緒の、はい、一緒に割って、はい、こうやって貼るっていうこともよくやるんですよ。そうするとブックマッチって言って、はい、木目一緒ですよね、割ったところなんでこれ、うん、そうですね、はい、一緒ですね。そうするとまあこういうふうに綺麗にブックマッチ、ブックマッチ新たな単語も覚えていただいて、へー、面白いな。綺麗に見えるかなと、ねえですね、なんかこう合わせ鏡のような、そうそうです、ね、そんな感じなのができちゃうわ。面白いですね、これまた。で、今こういう材料割ってさらに板に薄い板にしましたけど、はい、しましたよ。もっと前の段階で言うと、はい、この板になる前って、あ、木です、あります、あ、これ、そうです、木がなんでここにあるのかと思いきや、はい、まあこれをこれもまあ帯の子、はい、まあ、もっと今見てもらったような帯の子ではなく、まあ、製材さんが持ってる大きな、はい、まあ丸帯の子製材機っていうのがあるんですよ。帯の子製材機、はい、まあ、そういったので、はい、まあ、これをまずは、はい、山から切り出してきたこの丸太を、はい、丸太を板にして、さらにまた今度薄い材を作りたかったら、先ほど見てもらったような帯の子でもっと、ちっちゃい帯の子になりますよね、はい、それでまた製材したら薄くなっていくと。なるほど、この、まあ、こういう丸太がこういうぐらい薄い板になってくるという木ですもんね。そうなんです、まあ、これをこれこの丸太ってウッドロード作った時の丸太なんですよ、はい、そうなんですか、まあ、この板もそうなんですけど、そうなんですか、そうなんです、出所一緒なんですよね。あらまあ、なんかはい、でこれをうちのドローを作った時に作った材、はいはい、まあ、この丸太から製材するところの映像が、はい、動画があるんで、そんな、まあ、いつの間に撮ってたんですか。いつの間にというのは記録としてですか、ね、あ、そうです、ね、だからこれを、まあ、大浦さんの2人で、まあ、皆さんと一緒に見たいと思います。ぜひ見させてください、はい、これが帯の子製材機です。これですか先生、すっごく大きいじゃないですか。これが自動的に動くんですよ。僕らがさっきやった時は手で押してやってましたけど、はい、これちゃんと動いてました。丸太を掴んで、そうですね、右から来たのが丸太で、今もう切り落とした切り落としましたね。おお、これが4メーターの材を丸太を掴んで切ってます。こちらの映像は、はい、最新式の帯の子製材機です。これも帯の子ですか、はい、今中心を、まあ、コンピューターで計算して、はい、中心を取って、はい、そこから帯の子の方へ、今歯に入ってますね。これ2本歯あるんです、左右にあるんです。そうなんですか。同時に出てきたらどうなるんでしょうか、はい、これが戻ってくるんですけど、戻ってきました。で戻ってきたらまた今度90度に回転しました、はい、もう一回送り込む、もう一回行くんですか。これ切ることで真四角の角材ができる。そうですね、今丸い部分が削ぎ落とされています、はい、そうなんです。まあ、これあの、まあ、ウッドロードの木材を製材してもらった時の映像です。あ、出てきました。ですね、いかがだったでしょうか。面白かったです。面白いですか、はい、まあ、いろんな、まあ、木の状態によって必要な、うん、バンド層帯の子も違ってくると、はい、最新型の帯の子製材機、ね、あの丸太の状態から角材にして、ね、さらに、ま、もう一個前に見てもらったやつで、はい、大きな、まあ、大きな板を製材して、はい、ね、僕らがやったようにまたちっちゃい材をさらに、はい、薄い材を作りたい場合は、まあ、そうですね、違うバンド層、はい、帯の子を使って、帯の子を使う、まあ、まあそうですね、使う欲しい板によのサイズによってまた使う道具も変わってくると。そうですね、はい、まあ、実際ねあのこれを見ていただいている方が、まあ、板を割るってことはないでしょうけど、はいはい、まあ、こういったことをやって、うん、材料をで私たちの元に板が届いているという、そうですね、まあ、それを、ね、まあ、知っていただこうという貴重な映像を見せていただきました、はい、実際に使い方ということは必要なかったので、はいはい、まあ、今回の紹介で、はい、次回からは卓上のバンド層ありましたね、はい、あれの使い方を説明していきたいと思います、はい、では今回の教えて先生バンド層レッスン2帯の子で板を割ろうでした。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。もっといろんな技術が知りたいという方はこちらのリンク先からご覧ください。お届けはウッドロード動画科学教室でした。